これですよ、狙ったのこれ。こんにちは。さあ行くぞ。それではさぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンです。今日もさぬきうどん屋さん向かってるんですけど、今日のお店はとにかくね、量が多いです。考えられんくらい量が多いお店となってます。本当に気軽に行っちゃったらね、もう残しちゃうレベルに量が多いですね。特にカレーうどんが名物なんですけど、カレーももう器の縁並々まで入れてくれるんですよね。でさらにそこにカツが乗ったカツカレーうどんとかも名物なんですけど、その中でもトリプルカツカレーうどんっていうのがね確かあったり、エビカツとかトンカツとか、あと季節によってはカキフライが乗ったりね、まあそうやっていろいろ出してるお店なんですけど、実は最近 SNS でなんやこれって思うのを新メニューとして出してたんですよ、限定5食とかで。ということで今回はその限定5食狙いに行こうと思ってます。ということで今日は香川県坂出市のさぬきうどん屋さんに向かっています。最寄り駅坂出駅で 2.8 キロ離れた位置、周辺のうどん屋さんとして麺屋の坂出加圧店さんであったり釜屋さんがある大体あの辺りです。定休日は毎週水曜日で、営業時間が10時から15時までとなっています。食べログ Google の点数動画の最後で発表します。まず点数の概念なくしてみて、見ながら、あ、なんてかなみたいなのを想像しながら動画の最後で答え合わせしていただければと思います。はい、ということで到着しました。こちら香川県坂出市にあるうどん屋さんになります。うどん麺屋七福別邸さんになります。別邸ってついてるのが何かって言ったら、もともとですね高松に、本店があって、まあ、それの坂出店っていう感じですね。ただ高松の方は結構街中にあるんで、こっちの坂出の別邸の方がより広く、まあ、ゆったりする方には合ってるなって思います。あ、これ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 、いつもね店頭にこうやって黒板がねあるんですけど、これですよ、狙ったのこれ。生ハムカルボって言って、まあ、限定5食なんですけどね、スペイン産高級生ハムのプリンとした味を楽しんでいるお口にオリーブ卵と七福の麺を絡め、濃厚になったチーズをパク、うん、クリーミーと、まあこういうね、なんかすげえ変わったのをやってたんで、あるかな、多分あると思うんだよな。オープン10時で今10時23分なんで、あるかな、ないかもしれん、まあ、まあいいや、とりあえず食べに行きます。こんにちは。こんにちは。数量限定。あ、鍋カツも美味しい。あ、生ハムカルボありますか。はい。あ、よかったじゃあ、はい、生ハムカルボだけでいいかな、どうしよっかな。生ハムカルボのショーを、はい、あ、天ぷらですか。いかがですか。うわ、迷うな、つけよっかな。じゃあコロッケ、コロッケつけます。はい、ありがとうございます。以上でお願いします。はい、1080円になります。はい、ペイペイいいですか。はい、お好きな席でお待ちください。はい、どうしよっかな。ペイペイクーポンっていうのがあったんですか。あ、多分登録しとったらピュッていけるはずです。もう遅かった。あ、します。テーブルに置いてあるんですけど、麺屋七福別邸さん今ペイペイ11月30日までこの50ポイント返ってくるキャンペーンやってます。700円以上のお買い上げで、事前にこのペイペイで七福別邸さんをフォローしとくと、なんか勝手に返ってくるらしいんで、これ絶対来るんやったらお得、ね、なんで、ぜひペイペイでお会計する方やってみてください。めっちゃお得。実は僕も滑り込みでやらせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。ということでメニュー表なんですけど、表の看板に期間限定とかこうやってね黒板で書かれてるんですけど、今生ハムカルボうどんとなってます。これが1日限定5食でクリスマスまでやられるっていう風におっしゃってました。で店内入ってもこんな感じで、注文口のこう机のところにですね貼られてますね。生ハムカルボは950円、
で鍋カツ丼っていうのもね、こう冬の期間限定なんですけど、これもねすごい美味しくて、僕も前食べたんですけどかなりボリュームあります。レギュラーメニューがこんな感じで、2大人気ということで、金の釜揚げうどんとあとカツカレーうどんという、 こう2つがピックアップされてます。全体的に値段はちょっと高めなんですけど、その分サービスであったりあと量とかもめちゃくちゃ多くなってます。もちろんうどんも揚げたてです。サイドメニューが天ぷら、おでん、ドリンク1品とあるので、これも好きなの注文してみてください。注文口のところにおにぎり置いてあったのと、あと入り口入ってすぐのところにおでんも置いてあります。うまいっす。うまい。うまい。これ今も T シャツ横倉さんじゃないですか。これ横倉コラボ？コラボというか、食べに行った時に、はい、生ハムやっとったから。あのライムと？そうそう。あれからインスピレーション受けたんですか？それでこっちもそのぶっかけに生ハムのしてやったんやけど、はい、スタッフからこっちの方がこのたまたまの方がもうその寒いやん今。あ、そうですね。季節的にも。そうこっちで出そうかなと思って T シャツを横倉ですか。そうそう、もう毒されてるでしょ。横倉よりうまいかな。それはなにヤブティじゃない。ああ、してくれたんですか。何頼んだんですか。カレーです。ああ、やっぱりカレーですよね。これが出したかったんですって、七福弁慶さんは。ライム生ハムぶっかけということで、これあの未販売品というか試供品らしいんで、皆さん食べれないかもしれないですけど、いただきます。ビジュがいいんですよね、これ。また冷たかったら麺の感じも違うんですよね。ぜひ食べ比べようと言いつつ、ここめっちゃ重いんで食べ比べできんかもしれんけど、日をまたいで食べ比べしてみてください。これもめっちゃさっぱり美味しい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
腹パンパン次もう行けんやもう無理、もう七福さん来たらもう次大体無理、大体無理美味しかったっす、ごちそうさまでした。いや、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日は坂出市にある麺屋七福別邸さんの方に来ていました。食べログの点数が 3.53 点、 Google の点数 4.0 点となっていました。駐車場なんですけど、このお店、三角屋根のお店の真ん前に複数台止めれるのと、これだけじゃなくて、実はこの看板の横、この辺りも全部駐車場になっていて、これが奥までバーって続いてるんですけど、この奥の突き当たり、土のところとかも目安地区別邸さんの駐車場です。だから大型車とかでもこう悠々に止めれるようなことができる場所となっています。店内こんな感じになってます。すごい一般店っていうか、すごい落ち着いた感じの雰囲気のお店になってて、真ん中こう長細いテーブル席で、左右に、ボックス席とか、まあ、ちょっとあの4人掛けぐらいの席があります。でこの奥に行くと小上がりになっている座敷席があって、ここもまた広くて、あのお子さん連れとかには非常にいい、ゆっくりできるスペースかなと思います。はい、ということで、七福別邸さん焼いてきました。あー、もう超腹パン今日1店舗目なんですけど、もう撮影終了です、もう無理ってぐらい、マジで七福さんってね、ほんと量が多いんですよ。もう見て伝わりましたかねで、今回あの生ハムカルボかをいただいたんですけど、あれ横倉さんからのインスピレーションだったんですね。それを知らなかった。だってライム使ってないもんでもあの生ハムいいなってなってから、そのぶっかけじゃなくて釜玉の方がうちは合うっていう風になって、こちらでは釜玉を出されているってことなんで、はい、あとカレーうどんもめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ食べてみてください。ということで、今日の動画もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。七福別邸さんいいよっていう方もぜひ、チャンネル登録もいいねもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。1, 2, 3, 4